はい、秋ゲームズです。デイリー各種アチーブメント、使えないわけでもないの達成方法を紹介したいと思います。まずデイリーをモンドにして、冒険者の極限が発生するまで待ちます。発生していますので、目標追跡をしてやっていきます。マップにマーカーが出ていますので、近くのモンド城の西ワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて、南東方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと下の方にマーカーが出ていますのでそのあたりまで降りていきます。近くまで来たらマーカーのついている人に話しかけていきます。会話が終わると目的が魔物の集落を全滅させるとなります。マップを開いてマーカーの近くにあるホーロール王の北にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら左後ろを見るとマーカーが出ていますのでそちらに向かって進んでいきます。目的は魔物の集落を全滅させるとなっていますが倒さないでマーカーがついている杭だけを壊します。杭を壊すと杭の材料を入手でき目的がヘルマンと会話すると変わります。マップを開いてマーカーの近くにあるモンド城の西ワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら右を向いて飛んでいき、マーカーの方に向かって進んでいきます。アチーブを取るためには先ほどの拠点の敵を全滅させる前に杭を壊せばいいようですが、今やったように杭だけを壊す方が確実だと思います。敵を全滅させる前に杭を壊した上でヘルマンさんに話しかけるとアチーメントを達成することができます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、コラボも見ていただけると嬉しいです。